はい、皆さんこんにちは、シンプルでカジュアルヨロです。マタニティ、はい、今回のコンセプトは、はい、比較に負けない鋼のメンタルの持ち主6体、これですわ。なるほど、まあ、鋼のメンタル、はい、なんぞ。まあこの6体はね、ちょっと威嚇を筆頭とした、うん、まあ、能力を下げられる系の特性や技に対して、うん、まあ、強く出れるね、特性で揃えてます。なるほど、勝ち気負けん気怪力バサミ、はい、確かに強いね、特性統一だね、確かに。まあこの例とか言って、うん、もう威嚇のポケモンがめちゃめちゃはびこっとるやんか。はびこりまくり、うん、ああ、まあランドロスやボーマンダやったり、うん、まあ忘れちゃいけないのがあとグライナね、うん、はびこってね、見たことねえグライナ、威嚇グライナの脅威ね、うん、脅威でもなんでもねえあんな、はい、まあね、まあ、うん、あいつのポケモン見てみるとね、はい、いますね、威嚇が。おやおや、ギャラギャラ、はい、ギャラギャラしてほしいところなんですけど、はい、まあとりあえずカズナリさん対戦よろしくお願いしますと。はい、お願いします。はい、まあこれはね、まあ水タイプ2体おるし、うん、ポリゴン2おるんで、はい、まあ電気 Z オコリザルを通していきたいですね。やば、電気 Z オコリザル、はい、すごっ。まあそしてあのジャローダ先発読みをね、うん、多分嫌ってきて、うんうんうん、なんだ、アーゴヤとかリザードンとか先発で出てくる読みで、はいはいはい、色から先発と。なるほどなるほど。そしてまあ積み技からのバトンぐらい読んで、うん、ホコリザルをフィニッシャーにしていくって感じでいきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。はい、カズダリさん対戦よろしくお願いします。お願いします。最適野菜ミロカロスくん。おー、美しい、はい、美しいんだ、またこれが。オッケー、出しがち。おっと、ガブリアスか、出しがちやね。最高の出しがちだな、これ。最高のムーブメント。はい、レートビーム一発まあ引いてくるとは思うけどね。まあまあまあ、そうやろうね、うん。何引いてくる。さあ、引っ込めた。さあ、引っ込めて、おっと、ポリゴン強いか。なるほど。まあ、特性結構大事よ。トレース、トレースか、はい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 。いや、これ油断しちゃいかんよ、勝ち気トレースされとうけど。うん、一回ね、俺たちね、うちのパーティーに威嚇おらんけんって勝ち気トレースされたポリゴン2に置き土産って特攻2段階上昇されたことあるけどね。いや、ほんとにもう、うん、あれは忘れない、マジで、うん、地獄やったね、あれ。もう一旦二人とも忘れとったもんね、ポリゴン2のトレースを。うん、うん、さあ、起点起点とか言ったもんねそう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 、うん、逆に2段階上昇のね、化け物のポリゴン2出てきてしまったけど確かに耐久も火力も鬼のポリゴン2確かに、うん、あれ地獄やったな。いや、これ毒毒外しはね、正直こっち怪力バサミだったんで、うん、まあ良かったですねまあただ相手からしたら、そうそう、どうなんやろね。うん、まあ、伝えなければまあ良かったって感じなんで、うん、怪力バサミってこと知らなければフィーって思ったよね、うん、まあ、知らなくていいことは知らなくていいしね。いや、そう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 、伝えなくていいことは伝えなくていい、うん、やっぱね、マイナスになるようなことっていうのは、うん、知らなくていいんだよ。なんかさ、うまい肉を食ってさ、うんうんうん、あー美味しかったってさ、ふーってなった時にさ、うん、すいません、あれ実はカエルの肉なんですよって言ったらさ、なんか、うん、うわーってなるやんなるね、うん、それ言わんでよくねと言う。確かに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 、だからカエル系バサミだということは伏せときましょう、うん、うまい肉ってことにしとこうね。うまい肉っていうことにしとこう、うん、マジで毒毒外しはマジうまい肉、うん、毒毒外しはうまい肉、はい、いや、ま、結構入るな、なんか。いや、怒りざるの耐久、お前そんなもんか。いやいや、でもまあまあまあ、うん、で火力があればね。そうね、そうね、そうね、耐久はなくてもいいんで、まあ、結構栄は高いからね。ただね、インファイトじゃ落としきれないんですよね、うん、まあそうね、この HP じゃちょっと怪しいよね、ずぶっといとかだったら。そうそうそう、なんで一回雷パンチでね、まあ、交代もあるからね。そうね、そうね、そうね、ああ、鼻が、鼻が鼻がもうしっかり見んな、オコリザルを鼻がって言うピクピクしてる、オコリゼオコリザルあそうかそうか、俺ボコボコにされてるわ。ああ、うん、こういうやつはね、俺みたいなデブをね、サンドバッグにしがち。わあ来たよ、ギャラドスああ、そうだ、真骨頂、うん、このパーティーを真骨頂を見ることができましたわ、うん、話の最中に、ああ吉報が。いや、でも実際、うん、こういうやつ、本当なんかデブめっちゃ殴るよね、うん。いや、そう、なんか遊び感覚で殴ってくるんや。うん、あれどうなん実際。バリうぜえよ
うざいかやっぱり、うん、俺体でかい方やけん反抗できるけどさ、うん、あの体ちっちゃい人デブとかやったら結構うぜえと思う。いや確かに確かに確かに、うん、俺マジでやめろと思う。やめてほしいな確かに、うん、あーちょっと待って、ちょっとあーミスったミスった、ごめん、なんか話夢中でなんか、うんうん、あ、これミスなの？助け警戒でとか言ったけ思っとったけどさ、うんうんうん、助けたらどっちみち負けかと思って。あーなるほど、スマヤさんリセットされて、うん、それどころか一度ミロカロス出すことによってポリゴン2に引くかどうかのタッグを作ってしまったな。いやーやばいやばいやばい、あーっと、うん、いやでも助けやった場合はここ混乱してほしいな、助けやった場合は。あーなるほどね、うん、確かにタクに持っていくとかね。そうそう、助け合ったら混乱事象の可能性もあるんで、うんうんうん、いやもう、はいはいはい、もうなんで、うん、いやあでもあ混乱してるこれは負けだこれは負けだいやまだ助けじゃないかもしれんやいやでも助けの横な感じするんだけど、ね、先発できてるガブリアス相手助け持ちのポケモン見当たらんし、うん、確かにすごい助けの顔しとるね。うん、頭平べったいもんな、うん、そう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 、タスキやけん頭頭部が平べったいもんね、ガブリアス。いや怖い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 めっちゃ関係ねえ。おいよっしゃ、危ねえ。いった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 、いやこれはいったっしょ。いやこれはこれやったらオコリザルでね、レートパンチ突っ張ればいいやんって思うかもしれんけど、うん、タスキだった場合は、うん、こうやって混乱事象の可能性とかをね、そうねそうねそうね、引いとかないかんかったから、はいはいはい。ただサメ肌プラスレッドビームで落ちかねなかったんで、そう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 、オコリザル自身も、うん、はい、ここ一回オコリザルのこと考えたら一回自己再生挟んでくるやろ。あなるほど、レッドビームでちょっと思考回数重ねていって Z 打つか。そうそう、 Z 打って、うん、HP マックスになったところで Z 打つっていう感じで、あ普通殴ってきた。おお、いやオコリザル舐めすぎやね確かにそれはオコリザル舐めすぎでしょ。いやオコリザル舐めすぎやろ。いやそれはちょっとね許せんね、うん、ほぼ HP 満タンの状態でね、ああ突破しないと、ああ切れるぜもう切れとるけどね。ああ俺たちも切れるぜ、そんなね舐め腐った、怒りだわ舐め腐った、舐めんなプレイング、ほんと、ああ落とせ、チンピラ舐めんなマジで。おらおいチンピラ弱っ弱っだってこれ落ちっか、これタイプエッジぞ。うおお無駄にハラハラするいらんとって、いやあの HP のポリゴン2格闘タイプが落とせんかったらお前格闘の意味ないぜマジで、引退やろこれいやなんか、うん、悲しい気持ちだったねなんか気づいちゃいけないところに気づいてしまったそういう試合になってしまったけど確かにまあいいわ、あ、うん、勝ちは勝ちなんでね、はいはいはい、はい、ということで勝田さん対戦ありがとうございました。ありがとうございました。マッチングしました。チャンキオさん対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。相手のポケモンに威嚇はと存在しない、存在しない、今回も存在しない。なんからしさっていうか、なかなか真骨頂が見せれんねこのパーティーの。いやそうなんだよね、しかもさ、うん、なんか意外に威嚇のポケモンがなんか出てこんよね、なんか、うん、いやそうだよね、なんかもう威嚇統一に当たりたいぐらいあるけどね。うん、警戒されとうよねなんかうん、まあ実際ミロカラス、キリキザ、そして天の弱ジャローダ見たら威嚇は出しづらいか。まあそうね、まあ有名やしね、ミロカロス、キリキザとかもね、うん、そうそうそう有名じゃん、うん、まあオコリザルとかは、うん、まだちょっとね分からないかもしれない、ね、そうねそうね、はいはいはい、まあとりあえず選出していこうかね。はい、バシャーも不思議花、重たわ。でもちょっと待って、不思議花これ誰で倒すのこのパーティー。うん、クチートかな。あはははは、間が最適だかと思ったクチートかな、うん、クチートで積んで無理やり突破するか。ああそうそう、それしかない。まあ打点はねえけんな。うん、バシャームはちょっと誰も受け出しできないんで、はいはいはい、はい、バビロから先発にしておきましたけど。なるほどね。はい、ということでチャンキオさん対戦よろしくお願いします、はい、お願いします。おっとナースモノやねナースモノとか言うな、うんそれでしか見れない。看護師さん、なんか、うん、明日の手術が怖くて眠れませんみたいな。最低や、ちょっとスッキリしましょうかってやつね。ダメダメダメ。マジでダメ。マジでダメ。本当にダメ。さあ、とりあえず、まあね、月光がね、ちょっとミロカル消費するのはちょっと。引けないな。うん、引けないから、もうミスセットでちょっと突破するわ、月光。ただ、相手からの打点な、あっと、物理型。なるほど。落ちんじゃない。
オーケー、いや落ちる、さすが落ちる、水Z は落ちる。ただ月光が物理型しか使わんけんね、スカーフと思うよ。あ、マジで助けあんま使いづらいんだよね。あ、そうなんや、そうなんや、うん、もしかしたら両刀かもしれんけど、うんうん、これちょっとマサオシンのね、ちょっと嗅覚がね、そう言ってるんで、これは助けではありません。やだ、うん、やだ、なんか。さあ、スーパーアクアトルネードは、さあ、決めてやってくれ、回せ回せ回せ、洗濯機の中で。おぉ、死にてぇぜ。助けだったぜ。死にてぇぜ、恥ずかしめよ。いやー、マジか、やだこんなの。確かにちょっと俺もなんかね、、うん、フリみたいになってしまったもんね。嫌な気持ちになった俺。これさすがに、いや、豪快にね、ちょっとマスノシンもね、うん、めちゃめちゃ読めるんだよっていうところをね、見せようかと思ったんやけど、俺ポケモンしないから。クソみたいな言い訳。急に言い訳入るやつ。、うん、さあ、ここは不意打ちで落としていきたいところやけど、そうね、なるほどね、うーん、ただ先制技とかね、なんかそうね、それ水手裏剣というか、あの影打ちばっか打たれても、うん、いや、しかもなんか物理型なんか打点もなさそうやしね。いや、物理月光が本当に打点ないと思う、口と、うん、ここはもうアイアンヘッドで突っ込んでいこう。そうね、そうね、物理月光がいいところはなんか、あのカプテデフとか、うんうんうん、カプコ月光にスカーフとか持たせたら上からダストシュート打てるみたいな。そうね、そうね、そこがいいけど、まあその代わり後ろからなんか鋼タイプの積みポケモンみたいなのが来て潰されるっていうのが結構多いパターンね。あー、なるほど、うん、いやー、そうね、カプコ月光とかでね、うん、そうそうそう、あとスカーフカプテデフよりもさ、そうそう、早いから、早かったらもう、あ、こいつスカーフやってバレるもん。そう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 。正直あんま強くはなかった、多分俺の使い方が下手くて。あ、待って、これ待って、やばくね。あ、お前もか、ちょっとバシャーモを着とっても終わっとったけどさ、うん、バシャーモ出すまでもねえっていうね。いや、またまだあるよ。うん、いや、でもこれバシャーモおらんじゃね。ああ、なるほど、うん、不思議までやったらまだ可能性あるよ。そうね、つららばり2回耐えてくれんかな。え、おや、え、あれバシャモか、あ、バシャモか、確かに。え、でも待って、あのマンムクンクン。あれ匂うな、臭いぞ、あのマンム、臭すぎるやろ。臭すぎるでしょ。いや、でもスカーフか、こだわってるか、スカーフかっていうね。ハチマキかスカーフか。あー、もうこだわりは確定やね、今のハチ回りからしたら。そうね、そうね、そうね。さあさあ、ここ地震警戒して1回、うん、守るんでしょう。いや、ちょっともうバシャーも出てきた瞬間もうほぼ負けなんですけど、うん、いや、まだワンチャンスあるでしょ。うんうん、いや、ちょっとね、うん、うん、積んでクチートで守るのタイミングでね、うんうん、いや、絶対だって、あの、あれないもん、なんだ、うん、自信ないグライオンとかいないし、いない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 、いない、絶対警戒してくるから。いや、しかも、うん、自信ないグライオンもさ、相手想像しないし。そうです、そうです、そうです。しかもバトンぐらいをなんて絶対に、うんうん、いや、想像できない、想像できないから、うん、いや、知らないから絶対知らないね。ここはでも、ここはさすがフレアドライブ来ると思うよ。うんうんうん、フレアドライブか交代、なるほど。なので、ここはロックカットもう一回積んでいこうかな。あー、いいね、いいね。あー、はいはいはい。で、うん、次の守るのタイミングでバトンタッチできたらみたいな。そう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 、もう4段階上昇のメガクチートは多分ね、普通に3段階上昇のメガバシャはもう抜けてないんで。そうね、そうね、そうね。いや、もう勝つにはもうこれしかない。確かに。相手のミスを願うというかね。うん、うん、そうね、ただ身代わりとか警戒するやつはちょっと守れないんだよね。そうね、そうね。ただロックカットでちょっと怪しいなみたいな。そうね、怪力バサミロックカットで身代わり、おい、よっしゃ、こういうこと、こういうこと、こういうこと、マジでこういうことよ。もう勝ち筋はもうこれしかなかった、実際。いや、ほんと、これがポケットモンスターウルトラサンウルトラムーン。うんうんうん、うん、これが今ポケモンしてます、私たち。あーね、ポケモンしようのマジで。いやいやいや、こういうこと、こういうこと、いや、ほんとこういうこと、こういうこと、マジで、うん、こういうことっていう思ったことしたけど、こういうこと。いや、楽しいんだよ、これが。あー、いや、6段階上昇クチートなんて見たことないやろ。いや、ここは場所は守ったとしても、うん、 OK、 当てれない。オッケー。なんでここで守らない。思った。ここだろ、2連守るのチャンスは。うん、無理でしょう。はい、じゃれつく外しを嫌ったから。あ、そうね、そうね、そうね、かもしれんね。
はいはいはい、これ助けたらどうする？これ助けたら、うん、バリナコ。あーあー、それ助けあいつは月光やった。ああ、そうか、助け月光がや。大逆転勝利。楽しかった。さあ、ということでね、ちょっともう負け確定のところからもう、やっぱ諦めずに中でもがいとけばね、うん、生まれますというね、試合でございました。そうですね、はい、大将ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは隊長、この動画の評価をよろしくお願いいたします。ズバリ、34分の19。めっちゃ中途半端。次回は満点取れるように頑張るぜ。先が長いぜ。